はい、させませんね。うわっ、おお、こんな感じでもう肉汁が溢れてます。これを吸いますけど、改めまして、小沢です。本日は、中国上海3日目ということで、本日も楽しんでいきたいと思います。はい、今宿泊しているのはですね、上海の南京東路って読むのかなっていうところの近くにある、こちら、魚フィッシュでございます。はい、こちらは1泊8000円ぐらいで、立地がとても良くてですね、中も比較的いいホテルになっております。でですね、ちょっと本日天気がとっても悪くて、午後から雨が降るということで、朝からですね、もう外に出てきて、まあ、言っても9時ぐらいなんですけども、今日も一日ね、フルフルで楽しんでいきたいななんて思ってます。で、前回の、動画を見てくださった方はですね、上海2日目、私初のディズニーを、卒業いたしまして、ご覧いただいた方ありがとうございます。本当にグダグダな一日をね、過ごしてしまいましてね、はい、今日はちょっと切り替えて、夢の国から、今日は現実の国ということで、楽しんでいきます。はい、上海の街並みはこんな感じでございます。もう絶賛曇り中ですね。はい、よく走ってます、上海の方は。うん、でね、こんな感じで本当に道端でもこう何、洗濯物を干してまして、これがだから洗濯あれなんだろうね、ものでして、はい、これ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 、この上のやつどうやって干してるんでしょうね、この奥までのやつは。うん、で、今日3日目はですね、またこの上海まだ回ってないとこたくさんあって、多いですね、人気スポットという場所が。はい、でちょっと午前中は、電車を走らせて、ちょっと1時間半ぐらい離れたところにはなるんですけども、ちょっと趣スポットということで、いいスポットがあるみたいなので、ちょっとそこに向かって、午後はまたこちら上海の方のなんか4円だったかな、すんごいいい雰囲気の場所がありますので、そのあたりもいろいろ回っていきたいと思いますので、はい、本日も1日お付き合いよろしくお願いします。Egg, 2 please. Oh, 1 please. 7. 微信收款7元。7元。叫什么？はいはい。まずは朝食を軽く食べてですね、向かいたいと思います。まずこちら、豆乳、あったかい豆乳ですね。これベラボーに美味しいんですよ、豆乳。程よいあったかさで、ほんのり甘くて飲みやす。そしてこれ、前回の動画でも食べたんですけれども、お茶卵、お茶、あっちあっち、めちゃくちゃお茶に使ってる卵そのままですけども、これがね、絶妙な美味しさでした。はい、まあ、絶妙な美味しさというか、まあまあなんつうんでしょう、朝飯にほんとちょうど良い卵。私毎日卵ばっか食べてますから、こういうゆで卵とか最高にいいんですよね。でこれ卵2つ買っちゃいまして、プラス、豆乳で7元ですから140円という お財布にも優しい金額設定になっております。こちら綺麗に剥きますね。ゆで卵別に期待しないでしょ、食べるときに。
めっちゃ美味しいかなって期待しないのに美味しいベストワン飯。って思ったんですけどね、こう信号ちょっと時間差でこれ青になったりするんですけど、本当ね警察たくさんいるんですけど、警察もね信号無視してるんですよ。本当に警察なのか分かんないぐらいなんか適当なんですよねこっち。ね、ここすぐゴミ箱がある場所で食べるという。はい、では皆さん行きますよ。ちょっと調べたらね、ここから1時間40分ぐらいかかりますので、はい、遠いですね。こちら南京、これね東路って書いてある、駅になるんですけれども、感じでねここすごく便利な駅ですのでお使いください。はい、では行きます。で毎回紹介してるんですけどもね、こちら、中国のアプリになります。はい、こちらダウンロードしておくと便利かなというふうに思うアプリでございまして、必ず使うのがですね、このアリペイと、WeChat Pay ですね。これが支払いに使うものになります。うん、で、真ん中上にあるのが地図ですね。 Google マップ使えませんので、はい、こちらでやってください。で電車乗るときもまずこの高徳地図で行きたいところと、現在地を結ぶとこんな感じでどうやって行くのっていうのが出てきます。はい、でアリペイを開いていただいて、このトランスポートっていうのを開くとこういう QR コード出てきますので、これをピッとかざすと入れます。ではやっていきたいと思います。まずは荷物チェックですね。はい、荷物チェックを抜けましたら こちらですね、こちらにピッとかざします。オープンザドアしないタイプです。こちら勝手に進むタイプですね。はい、こんな感じで出れます。で2番線、こんな感じで標識色付きで何号線っていうのが書いてありますので、こういう感じでね、向こうちょっと見づらくて申し訳ないですけど2号線っていう形で、はい、この2号線っていうのに向かいます。あ、ちょうど来ましたね。はい、こちらの方面に向かっていきます。はいはい、失礼します。ですね、ちょっと乗り換えで17号線これだ、真正面のこちらの17号線で乗り換えますと、ちょっと読み方難しいんだけどね、朱雅閣っていうのかなっていうところに、今から向かっていきたいと思います。さあ、ここから中国版のイストリ合戦が始まります。早いですよ。スプライケ、早い、みんな走りますから、ほら早い、もう椅子がないです。ほら、一瞬で、一瞬です。はい、到着いたしまして。朱雅閣という駅に到着しました。ここがかなり趣スポットということで、ご覧ください、駅の中にもこんな軒みたいなのが、つなげられております。一旦出ます。出る時もここでピですね。はい、よいしょ。で確か1番がそっちの方に行きやすかったみたいなので、1番出口に向かいます。本日はですね、土曜日になりますので、中国も祝日、休日の日になるかなと思いますので、ちょっと混んでるのかな、うん、空いてますね。これは何でしょうか。あ、でね、なんかね、商店街みたいなところもあるみたいだから、そこでちょっと食べ歩き一番出口も、していきたいななんて思ってます。だいぶ田舎っぽいところに来たんですよねなんか電車の中でさ、風景を見てたんだけど、まあ、なんつーの、まあ、そういう場所に来たんだけど、風情がある場所に、うん、風情ありすぎ今のところ。はい、さあ一番出口出た先が、おお、まだ皆さんの目には見えませんね。そうそう、ここはこういったね、見てください、
川がねたくさん流れてて、でなんか橋が、36個ぐらいかかっている、そういったね、あーいいねちょっと曇りなのが残念なんだけどね、今日気温がちょうどよくて風もなくて、あーいいね。見てください、こんな感じの船で多分これもお散歩できちゃう感じだと思うんですけどもね、こんなので。わ、早速見て、いちごとトマトを売ってます。この量すごい量。あ、やっぱあれ乗れる船だわ。あれでここら辺の川を回れるっていうスポットでもあるみたいですから、あの中心のあたりはすごいね高層ビルでごちゃごちゃしてますけども、まあ電車で1時間とかちょっと走らせてくるとこんな感じの雰囲気も、楽しめるのがいいですね。いちご、さっきからいちごがすごいですね。はい、速攻ですけどもね、到着したら雨降ってまいりましたね。なんとかちょっとこれぐらい耐え忍んでほしいですね。バシャー来ないでほしいですね。はい、こういうあれだね、自転車で案内をしてくれるっていうのもあるっぽいですね。ああ、こういうのもホイアンとかなんかそっちのね、あのベトナムの方とかでもこういうの乗ってますけどもね、ああ雨降ったら確かにこれ乗るのもいいかもしれないけど、もう本当誰もやる気感じられません。こっちかな。ちょっと10分ぐらい歩いてきたんだけど、ここら辺の建物がまたいい感じになってまいりましたね。でここもね今橋の上を歩いてるんですけどもね、こんな感じでねやっぱりこう川というかなんとか川って書いてあるねっていうのがやっぱりこうやって至る所にあんのよ。でほらこれ川沿いに見えるかな、家が連なっててこんな感じで、これが生活スタイルです、四角の。めっちゃ雰囲気いいんだけど、高い建物がないからさ、ここら辺2階建ての家がこんな感じのずらーって、あーいいね、こういう路地とかもすごくいい、いい感じしてきたわ。で僕はね中国に来て一番のびっくりはね、聞いててください、これバイクの音がしないんです。これね、ブン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 鳴らないの中国のバイクって。だからすごい静かなのよバイクが。ほらこれ聞いててね、もうあの通ったか分かんないぐらいのです。今通りましたからねバイク、すごいでしょ。はい、それっぽいエリアに到着しましたね。ここ、こんな感じで主価格だっけなって書いてあるオブジェみたいのありますので、ここがですねあのそのスポットになっていると思います。こっちかな、こちら一帯がですねおそらく地下角一帯になりますので、ちょっとここら辺散策していきたいと思います。あっ、ちょっと太陽差すのよねこういう時に限って。ありがとうございます本当にお天道様。はい、ということでどこが、そういうスポットなんでしょうか。なんかこういうなんかね、あの綺麗なスポットもあるね、いろんな商業施設みたいなところもあれば、僕はどちらかというとこういうとこよりはあの趣系がいいんですよね。なんかねここの見どころはそのいっぱいかかっている石橋、36個ある石橋と、あとねなんか食べ歩きができるそういうスポットがあるんだってね。それがどこなんでしょうか。そういうの、あと川とかね、あと船乗れるよみたいな、そんな感じですので、それ全部楽しんでいこうかななんて思ってます。でこれ古いチンって書いて、これコチンって読むのかな、なんて読むのか分かんない、古いチンって書くあのエリアみたいです。ここら辺コチンですか。ちょっとみんな、あ、ここでだ、これほらコチンケークって書いてあるのかな、が見えるエリアですよということでしたので、ちょっとこっち見てみようかななんて思います。はい、ここに、で全体図みたいのがあって、今いるのがここなんですよね。でこういうね、これ有名な橋だな、法政橋っていうのがブリッジとかこういうのとかね、いろいろあるのよ。あ、これだ、この商店街がこの北大街っていうね、これが有名な、なんで食べ歩きできるやつだから、こっちはね左だね、こう行ってみるか。
で橋渡って赴きっちゃうか。うん、なんかいいね、なんとかコチン、うん、はい、よいしょ。あーでもなんか雰囲気あるね、中国っぽいわ。こういうまずお寺じゃないか、なにこれ、門ですね。とかこの目の前のさ、この建物がすごいね。これ何なんだろうね、民宿なのにマック。ここにマックすごいね、ここのマックの雰囲気も。うん、じゃなくてこっちですね。こっち行くとさっきの商店街っぽい。あ、いい、あら猫ちゃんかわいい、毛並みも綺麗で、あのしのし歩いて、あかわいらしいね。あ、ちまき、あこれそうだ、ちまき、これもね美味しいっぽいんだよね。そうそう、こんな感じで、うわー巻いてる、初めて見たこういうちまき。どうやって、あこれ見たい、どうやって作ってんだろう。こうやって葉っぱを巻いて、あお肉かなんかこう米と一緒に入れて、わあすごい、わあ初めて見た。でこうやって葉っぱで巻いて、でこれを茹でたりするんだろうね、この米を。あ美味しそう、いろいろこうやって種類はあるんだけどね、どれがどれだかちょっとよく分かりませんけれども、ね、これ行ってみる、お肉入ってそうだからね。チズミディサンプリワン WeChat Pay でこうやってね QR コードがありますので、ここにスキャン、 WeChat Pay だとスキャンをするとこんな感じでお支払いになりますので、8元ですので、160円ぐらいですね、安っ。ここにあの金額書いてありますけれども、一番安いのは 3.5、 僕が頼んだのはこのやつなので8元ですね、はい、わあ Thank you、 あったかい、わあ美味しそう、 Thank you、 よし食べよう、ちょ食べてみよう、よいしょ。これ先ほどおばちゃんが作ってくれたちまき、うん、うわ、え、めちゃんこ美味しいんだけど、うまっ、これだけ食べくるのでも価値あるわ。こんな感じでさ、さっき詰めてたお肉みたいのが丸々入ってんだよ。で、トロットロなの、味付けめっちゃうま、これ今までで一番うまいかも、人生で。やばい、結構感動レベルでうまかったこれ。え、ぜひ食べ、ぜひ飛び出ちゃったね、ぜひ食べて。あでね、中国ってこういう公衆トイレっていうのがなんか観光地だからなのか至る所にあって、これ困んないのは結構嬉しいですね。どこ行ってもトイレあるから安心ください。で物価についてはあんまり日本と変わらないというか、ちょっと安い気もするな、結構量とかあって美味しいし、うん、ああいいね、鍋振るいたいね本当に。うん、はい、そしてそこちょっと突き当たりのところがですね、先ほど言った商店街みたいなところになる、なんて読むんだっけな、北店みたいな北大街って読むのかな、北に大きいに、あ、これこういう商店街、これが結構ご飯を食べ歩きできたりとか、なんかいろいろねあるお店みたい。うわ、修道、そうだ、ちょっとね台湾っぽい匂いすんのよね、こいつのせいだと思いますね。あ、ここにもちまきある、ちまきは皆さん絶対食べてくださいね、これめっちゃ美味しいの、これほんと、わすごい、見てちょっとね、向こうの方からずらっと来るんだけど、ちょっと途中から入っちゃったけど、こんな感じの商店街になります。はい、まず主価格で必ず来るべきポイント1、この、北大街ですね。そして食べるべきはちまきでございます皆様、はい、こっちだっけ、あ違うな、反対ですね、こっちか、
なんかもしかしたらこういうのが本当に美味しいからたくさんあるのかもしれない。こういう美味しい。Excuse me, what's this? トンシャンチャーク。トンシャンチャーク。ああ、全然わかりませんね。トンシャンチャーク。これかな。This, what?豆沙粽子里面的。哦，啊，これがこれ。これは？これはこれ。啊，那这个是这里，这里。啊，チマキ。チマキ。哪一个チマキ？哪个？これ肉。哪一个是？啊，これちょっと肉食べてみようかな。This one please。一个五块钱。ハマっちゃってんじゃないの？肉に。本当にさっきから。わあ、見て。すごい。わあ、美味しそう。はいはいはい。ありがとうございます。阿姨来了。来来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 ごめんなさい。こういうとこずうずうしいからね、私ね、本当に。何よりこれあっちいのよ、本当にびっくりするぐらい。これね、お肉、うん、あっちいのよ。よく素手でいけたな、これ。うん、あ、全然優しいな。角煮だ。見たら分かんなくて話です。角煮ですね。あんなでっかい肉とかも売ってんのよね、あれ。あんなでかいの、うん、でこれがさっき見てたちまきの中身。このね、トロトロ肉とこの米、味付いたやつがね、この笹の香りはあんましないけどに包んで美味しいのよ、とっても。でこれも、この角煮も、うん、やばっ。 Thank you. Good. Thank you. 谢谢谢谢。おいしい。4元ぐらいでちまき食べれるから80円。安っ。はい、また変なの見つけた。何あれ、すんごい細かくカットされてるんだけど、なんだあれ、飴なのかな。切ってんのか分かんないぐらい薄い。切ってないね、あれはね。あ、これこれこれ何、分かる人教えて。飴、うん、かな。なんか面白い食べ物ばっか。これなんだろうな、これ青団子みたいな。お、お、お、団子サンフェチ。あ、え、食べてみるか。こういうのもチャレンジしよう。サンフェチ。うん、これ。うんうん。This one. ワンプ。Thank you。三元。何、私さっきから爆食いしちゃってん。なんかスイッチ入っちゃってますね、さっきからね。うん。Thank you。はい、こちら。何だろう、餅、豆、豆餅みたいな。大変大変、これも暑いんかい。あっち、はい、こちら餅ですね。じゃあいただきます。餅、多分これもうまいんかい。うまっ。何、あんこ入ってる団子なんだけどさ、ちょっと汚くてごめんね。美味しいんだけど、何これ、ま、豆なの周りが。何、主価格ってこういう感じ、最高な感じ、うん、まずちまき、そして、あ、見て、
このさ細い通りを抜けていったら、うわこれ僕が見てたやつ、うわマジ最高だ。あ、ちょうどゴミ箱待って、ありがとうございます。うわ最高、ここあ取り当たってきた。そこも飲食店なのでここでお茶飲みたい。お晴れてくんのよこういうタイミングで涙出そうだった今、超良い。わここ見て、今橋の下をあの船が通っていくこの雰囲気、うわ最高ね。もうほらこれが見たかったの。でもこれ写真とかで見たより全然いいわ。見てこれ乗りたい、風情感じたい。いやーこいつすげえわ。よく我気づいたね、ここさ普通の人多分入っちゃいいけど知らないと来れないポイントだもん。これ普通ここさっきの餅団子食ったところからヒュッて入ってきたところなんだけどね。これお写真撮りたい人ここなんかいいと思いますよ。この橋とさこの船と一緒に、うん、どうぞ。ここ250北第一街から入ってったらあの絶景見れますので、やばすぎんなこれね、うん、アクセサリー屋さんもあって、あー上海で間違いなく一番テンション上がっております。はい、ディズニーよりこっちです。あと喋り方の勢いがやっぱ強いのよね。多分普通の会話だと思うんだけど怒ってる、どっち、うん、怒ってんのかそれとも顔が力んでるだけなのか、結構あの迫力あるんですよね喋ってる姿。あ、でここ船乗れる場所だ、船乗ってみたいな、うん、ここで多分チケット買うんだと思う。6人乗りのやつは200元ですね、うん、200元だから2が8、2が8 800円、8000円、8000円する。1人は乗れない感じか、うん、ここ入り口だね、こんな感じで。 Excuse me? Only one? No? Six people? Only? One boot, 200. 200, ah. One boot. Okay? やっぱ一人で乗っちゃうと200元って言ってたな。200元は高いよね、ちょっとね、さすがにね。8000円だって8000円で合ってる ?20 だと2出して、はいはいはい。で抜けたあたり、ここの通りをこっちまで抜けてきたら、ここにあるのが橋ですね。これが1個目の橋、多分有名な橋で、これがね法政橋っていう橋かな、うん、放つ生きる橋って書いて、あ、すごいリズミカルな U ターンかい、はい、こういうなんかね橋が36個ぐらいあるのがこのコチンエリアの場所になります。こことかいいでしょ、だってこの待合室みたいなところ、ここも多分船乗り場になるのかな、船、はい、そしてこれが法政橋、あーうわ最高、うわすごいね、あらららら風も気持ちいいし、うわこっちやば、そこら辺でご飯食べるの最高だね、たまんないわ。こちら法政橋、こんなんがいっぱいあんのか、特にこの橋が、まあ、有名なうちの何個かに入るみたいだから、これ今頂上ですね法政橋の。ほらこっち見て、
くわ。まあ、渡ったこっち側にもさ飲食店がたくさん並んでて、川沿いでねご飯食べてる人いっぱいいますね、うん、あーお茶飲みてここで、はい、こっち渡り切ったところになりますけども、こっちもなんかまた商店街みたいなエリアだねこっちね、はい、なんか気になるの発見した。お酒、甘い匂いなんだけどお酒って書いてあるな。なんかあんこみたいな入ってるやつかな。これね美味しそうですね。抹茶、あいろんな味があると。これなんかパイナップルケーキみたいな感じなのかな。一個食ってみるかせっかくだから。なんかこれ焼いたやつなのかな。買ってみました。これセンズって読むのかな。いろいろ食べてみましょうせっかく。あーちょいあったかいぐらい、はい、こちらも橋がございました。これも多分36個のうちの一つだと思うんですけど、さっきの橋が法政橋っていうのがやっぱ大きいだけで、こういう細かい橋もたくさんあるんだろうね。これは、ちょっと分かりませんけども名前はついてなさそうですね。いいねこういうちっちゃい橋もね、うん、ほら良すぎるんだけど、すごく好き。あ、ちょうどいい船がこっちに来る。さあやってまいりました。この橋の下をくぐる、うん、うわー最高じゃん。でこっちからうわ、こっちの風景最高ですね。はい、先ほどの法政橋って読むのかなっていうところにこう戻ってきて、ここのねフェリー乗り場が良かったです。何が良かったかというとですね、ここからも船出てて、さっきと一緒で6人乗りのやつはね200元で行けるんだけど、この下のね C って書いてあるとこ見えないは、なんと僕がやってきたの17号線のあの電車ところまで戻れるんだって。しかも1人40元、はい、多分それ待ってる人とかもいるのかな、うん、ちょっと帰りはなのでこれに乗って駅まで戻るっていうのもいいかもしれないです。船に乗ってね、うん、20分待つ。あ、OK、yeah? OK、Thank you。 20分後ぐらいに出発ということで、はい、これまずチケットはこちらで買ってくださいと。はいはい、あ、OK、ここで待ってなさいということで。お、スタバがあるよここスタバだ。あ、ちょっとなんか回りきれてない感否めないですけどもね、雰囲気は、すごく楽しめましたし、はい、もうちょっといろんなね橋をもっと見るっていうのもあったかもしれませんね、やることがね、うん、ちょっとこの後の予定もありますので動画上ね、はい、ここまで2時間かかってますから、はい、はい、それでは、激しい声で呼ばれましたので乗っていきたいと思います。こちらですね、はい、チケット渡して、こんな雑な切り方で、はい、ということでこちらに座りましょうかね、はい、僕だけですかねはい、出発しました。あんましこっから乗る方いらっしゃらないのかしらね、駅までねちょっとあの、活用の仕方をあんまりよろしくない活用の仕方かもしれませんけれども、まあ、こうやって独占できるという楽しみもございます、はい、じゃあちょっとこっちの方がいいかな、うん、ほらこんな自由に使えますから船の上を、
こちらが、先ほど歩いた宝泉橋という、一番大きいのかな、有名なのか分かりませんけれども、そちらの橋になっております。はい、皆さんね、あいつ一人で乗ってるぞみたいな、うん、子供が笑ってますね。笑ってんじゃねえぞ、うん、このね、なんて言うんでしょう、海沿いの川沿いのこの飲食店、ちょっと今回入れませんでしたけども、ゆっくりできる方はこちらでご飯を食べてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、この川沿いが取れたらもう最高ですね、うん、そして多分なんですけども、夜とかですね、ここもうベリグの雰囲気になると思うので、こちらで一泊するのもありだったかもしれないな、今思えば、うん、ホテルがあるかはちょっと分かりませんけども、そしてこうやってね、あの船のすれ違いなんかも楽しめますから。はい、皆さんこんばんは。はい、つまんなそうな顔してますね。てかでもさ、これで駅まで40元で連れてってもらって、160元で連れてってもらうの良くないですかね。結構歩きましたのでね、行きは歩いて帰りはこれでやるっていうのもいいんじゃないか。でも人気はなさそうですね、僕しか乗ってませんから、はい、で大体6人1組で乗ると200元、どこで見てもそうでした。はい、なんちゅう贅沢な、見てください、一人ですから私伸ばしちゃって伸ばしちゃって棒も、はい、よいしょ。さあ来ました、ここです。これがもう最高のスポットですね、絶対。この橋の名前がちょっと調べても出てこなかったんですけれども、はい、ここもいいですね。さっきからいいですねしか言ってませんね。通ります。ブラボー。わあ、これも有名なあれだわ多分。お、びっくりした、びっくりした。おお、大丈夫、ぶつかんない。わあ、おっちゃん頑張って。おお、慣れてる。ああ、バイバーイ。お店だね。この辺りも普通の生活をしている人たちがいると。こんな川沿いに。ああ、すごいね。なんかこういう街あるじゃないの。イタリアとかに、ベネチアじゃなくてベネッセみたいな名前の街が、そういうようなエリアとの中国版みたいな感じでいいですね。でこの駅から主価格の方にも乗れる、この船で多分行けるっぽいんですよ、これが、うん、ですけれども、おすすめは帰りですね、主価格から駅に来るっていうのを乗った方がいいかなというふうに思います。理由はですね、特にありません。ということで、電車に乗ってですね、ヨエンというところに、来ました。ヨエンって読むのかなっていうところの、ここもね、人気の観光スポットみたいですので、多くの観光客が訪れるというところに私も、来ちゃいましたと。はい、はい、こちらがヨエンというエリアになります。あそこがあれだね、1日目に行った電波塔とか、これが上海タワー。こちら、あ、そういえばね、こちらこの後夜登ります。はい、もうネタバレなんですけれども、絶景なんか見ちゃおうかななんて思ってます。わあ、ちょっと人についてきたらですね、なんかいい感じのスポットっぽいとこ出てきました。これすごいな、これなんて読むんだろう、紫式城みたいな感じで書いてある。何これ、立ち手座禅さん。わあ、すごい、なんちゅう建物これ。こっちもすごい。あらあら、これは何だろうな、デパートみたいな感じかな。向こうはちょっと分かりませんけども、まあ、デパートみたいな感じだと思います。でこっち、あ、こっちもすごい。わあ、ここもすごい建物。ちょっとこういういかつい系の建物がずらりとあるんだと思います。
あ、ここは予園老街って言って、ここら辺がショッピングモールじゃねえ、あの、なんだろう、ショッピング街。ここを抜けてった先が有名な予園老街っていうところを抜けてった先、こちらがちょっとこの予園では有名なスポットだった気がする。違う？ほら、湖にこれ浮かぶ、これなんつうんだっけな、ちょっと忘れちゃいましたけども、有名な建物でございます。あ、で、このね、南小まんじゅう店みたいなと、ここめっちゃ人気みたいな、この小籠包屋さん、これ後で食べたいと思うんですけども、べらぼう人気って何人にもこうおすすめされたお店になります、これ、うん、あとはなんかティー屋さんがあるっていうかな、お茶飲めるところ、それ飲みに来たんですけどもね、はい、こんな感じです。人が多いね、とっても、わあ、めちゃくちゃ綺麗だ、ここも、あ、で、コイですね、みんな餌もらえると思って本当にアホみたいに口開けてるコイ、写真撮ってるだけですけどね、皆さん、こっちか、このさ、いいね、この建物が古い感じのが。で、ここがもう夜、夕方以降ライトアップがもうだいぶ激しいみたいですので、そこもね、ちょっとここの楽しみの一つみたいなんですけども、人がちょっと多いですね。あ、これだ、お茶屋さん。この予園のど真ん中にあるこのね、湖心亭って読むのかな、港湖心に亭っていう、ここのお茶屋さんがなんか有名だったけど閉まっちゃってますね。これやってないのか。あ、でもちょっと場所が変わったんだ、裏に行くと、ここはもうちょっと閉まっちゃってるみたいです。やっぱ中国といえば中国茶ですから、飲まずにはいられませんよね。私来てからまだ一杯も飲んでませんのでね、はい、それはちょっと行きたいと思います。本当はこの中心にあったっていうのがすごいね、この、近くで見るとすごいね、この建物も本当にさ、古くて、ようこんな湖のど真ん中に建てましたね、こんな。ああ、築何年なんだろうか、分かりませんけども、すごく歴史を感じる建物でございます。見て、ここがあの小籠包が有名なお店だけど、めっちゃ並んでるわ、本当に。ここね、ここで今日ちょっと食べたかったんだけど、これ無理かな、うわ、この時間帯で食べながら並ぶという、違うか、ここで食べてるのか、うわ、うわし、あ、もう並んでなきゃダメだね。ああ、これ並んでるわ、皆さん、これ今15時とか中途半端な時間なんだけど、こんな並んでますので、ちょっと並ぶの覚悟してここは来ないといけませんね、夜になるともっとすごいと思うけど、ちょっと私もまずお茶、あった、これだ、多分個人亭、全然逆だ、あのさ、あっち方面行っちゃったんだけど、こっちでしたね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけども、ここでちょっとお茶飲めるのかな、すみません、ワンパーソン、イエス、ワン、オッケー、ハムステイクス、ライ、こちら、なんか結構有名な方、うるさい、有名な方々がですね、たくさん、来ているところみたいですね、はい、そういう風情ある、あー、趣たっぷり。あ、なんか音楽も流れてるわ、どうしようかな、OK、ここで、はい、はい、はい、こちら緑茶ですね、100元ぐらいだから2000円ぐらいですね、いっぱい、すごいね、はい、とか紅茶、あと青茶っていうのかな、ちょっとわかんないんだけど、っていうお茶がありますと。これなんかホワイトティー、白茶、あと黒茶、
まあ、お茶系だったら何でもありますので適当な色を言ってみてください。僕たちは緑にします。はい、そうね、です。店内はこんな感じで、はい、歌も歌ってくれてて雰囲気抜群ですね。すごい、たくさんの小鉢と一緒に、すごい小鉢とこちらですね、開いていきたいと思います。こちらが、こちら古神亭って言うんでしょうかね、という上海で最も有名なお茶屋さんの緑茶でございます。お茶っ葉はこさないと、 そのままの飲む感じでしょうかね、これね、正解は、はい、お茶っ葉も食べる感じ、それともお茶っ葉は唇でストップする感じでしょうかね。皆さんならどっち、これ いっぺんに食べる、唇ストップ、うん、ではいただきます。どうしてもお茶っ葉が口に入ってきてしまうんですけども、あー、そうやって飲むんだ。飲み方違いました。これをこうやって蓋で茶っ葉を押さえてこうやって飲むんだって。こうやってこうやって、パワー入ってきませんでしたね。あとはこちらの小鉢系ですね、こちらもちょっといただいていきたいと思います。ちょっとお先にこちらつまんじゃったんですけれども、めっちゃ美味しいです。これドライフルーツ、はい、じゃあ一番左のこれからいきます。スコーンのバーベキュー味ですね。はい、美味しかったな、美味しかったなって、うん、雰囲気良いし、いい体験でした、いいお茶、はい、あー、ちょっといいですね、日が落ちてきた感じで。でね、これさ、すっごい皆さん食べてて、この肉まんのでかい版をこんな感じで肉汁がすごいからストローで吸ってんの皆さん。これね、これ至る所で皆さん食べてましたので、これウェイ、ワンサードフォロー、オーケー、サードフォロー、サ、あれ、小籠包屋並んでちょっと受けを取ろうと思ったんだけどもそこ入りましたね。はいはい、ありがとうございます。こちらが名店のこの南昌まんじゅう店で合ってますか、というお店になります。サードフロアに行ってくださいということでした。はい、失礼いたします。さあ、2階は違うと、お前の行く場所は3階だと、こちらでございます。この長い道を抜けて、ほら見てください、この天下一ですか、はい、すみません、こんな真っ黒な格好で、はい、わー、すごいいいお部屋ね、お部屋じゃない、お店ね。 Thank you。 なんと、こんないい席に私一人で、場違いにも程があります、よっこらさん。ということで、もっと待つ予定でしたけれども、嬉しいですね。今の時間帯が7時半、この時間帯に来るとすんなり入れるのかもしれませんね。
ただ2階3階、まあ、もうどうでもいいです、はい、入れたからいいです。はい、どうせ小籠包ですね。はい、6個で40元、寿司16、シニが800円ぐらいですね。小籠包が800円とか1000円ぐらいでしょうかね。あ、これあった、さっきのあの多分肉汁、これいきましょう。これね、何食べたいですか皆さん。私今小籠包しか食べる気ないんですけれども、あ、こういうポテトサラダみたいな食べたいですけどもね、そんな日本で食えっていう話。あ、カオマンガイの鳥、日本で食えってタイですね、うん、じゃあということで小籠包たっぷり頼んでいきたいと思います。まずはこの一般ピーポーのやつですね、あとはこのカニのやつ、エビですね、カニはないかな、うん、ありました、これですね、普通のとカニのとこのでかいの、これ3ついきたいと思います。今ちょっと店員さん呼んで話したけど、ここので WeChat Pay の支払いはここでできるっぽいから、あの呼ばなくてよかったですね。ただアリペイもしかしたら使えないかもしれない、このお店ね、この QR コードだけ見ると。あ、早速来ました、いきなりバレちゃいましたね。小籠包を頼んだふりをして、こちら鶏肉も頼んでしまいました。ちょっとこれはあの内緒で頼んだつもりが一番最初に来てしまいましたね。あらら、うん、絶対美味しいでしょ。味薄いと思うでしょ、さっぱり鶏肉だと思うでしょ。めっちゃ濃厚だこれ。え、やべえな。はい、小籠包、うん、お肉、カニ、はい、ありがとうございます。こっちがお肉小籠包、カニ小籠包、そして食べたかったこれ、ソロで吸う肉汁チュッチュでございます。皆様、この3種類いただきたいと思います。こちらですね、お肉小籠包からいただきたいと思います。これ入れてタレつけて、でこれね、まず汁をこう出します。でこれ吸います。画面外失礼します。すいません、私の吐息だけで、これを生姜と一緒に食べるんでございます。いただきます。うまいです。続きましてこっち行きたいと思います。カニ小籠包です。うわわわ、ちょっと見えないからいいか。カニ汁っていう、汚いね、カニ汁、カニのエキスがめちゃくちゃ出てきてます。これですよ皆さん、私が一番気になっていた、もうここら辺付近ではみんなが食べているこちら、これにですね、このストローを刺します。ここでいいかな、はい、刺せませんね。うわっ、おお、こんな感じでもう肉汁が溢れてます。これを吸いますけど、ご覧ください、予演の夜でございます。なんちゅう綺麗な景色なんでしょうか。
は火傷でピリピリしておりますが、この夜景にとっても癒されております。しかも見て、満月でございます。ちょっと曇ってますけども。そしてここ川辺には、湖辺でしょうか、にはこの予園のライトアップが映し出され、そしてこの赤でしょうかピンクでしょうか、たまりませんねこれ。そして皆様、この左手奥ご覧いただけますでしょうか、こちらに見えているのがですね、世界で2番目だったかなにでかい、タワーでございます。でそのお膝元には世界三大夜景の一つ、上海の夜景が、広がっております。ここね、あの今食べた饅頭屋さんの、饅頭屋、小籠包屋さんの出てすぐのこのエリアになるんですけども、ちょっとここがですね、一番綺麗に、しかもお月様と一緒に見れるエリアでしたので、皆様お写真撮るときはここなんかはいいんじゃないかなというふうに思っております。ということで、ここに行きたいと思います。へい、ということで、移動してまいりました。こちら上海タワーの前まで、来ております。こちら上海タワー、高さですね、682メートルだったっけな、少々お待ちください。632メートルの、高さになりまして、世界で確か2番目か3番目か4番目の高さになっております。はい、こちらのですね118階に展望台があるということで、そこからですねこの上海の街を早く見下したいと思います。見下ろしたいと思います。So please go to the B1 entrance. This is your ticket. Oh, what? Go to the B1 entrance. Oh, B1? Yeah. Okay, thank you. ここではなくて B1 に行ってくださいということでしたので、あのふざけた顔している場合じゃございません。はい。で今回あのこの上に登るチケットもクルックっていうアプリを使ってあの事前に取ってます。はい、ね、3700円ぐらいだったと思いますので、あの概要欄に僕のねクーポンみたいのあって、それ使うと若干安くなるので、もしあの活用してない人はぜひ活用してみてくださいね。はい、どこやろ。あ、こっちかな。はい、押す。よいしょ、ここか、地下のここから入ります。このまま入ってくださいということでしたので、あそこであれかピッてするだけなのかもしれませんね。でこっち荷物検査毎回ありますね。あ、よいしょ、ふざけてんじゃないよ荷物検査で。よいしょ、あ、やばいやばい、またこれある写真、これねいつも撮るのよこれ、私一人なんだけど、はい、今回は満遍の笑みで撮りたいと思います。はい、スマイル、スマイルです、okay, これ、はい、okay. Hi, ありがとうございます。はい、8フロアでフォトを変えてね、うん、どうでした私の笑顔。さあ、ここで多分チケットを見せると思いますので、先ほどクルックで購入したですね QR コードみたいのをここで見せると、はい、かな。おー、Thank you。 行けましたね。はいはい、なるほどなるほど、これですね、世界、ん、これは違いますね、ん、これマレーシアですね、こっちか、これがあれですね上海タワー、はい、あ、ここに順位書いてありますね、こちら、うん、どれが一番高いんでしょうか結局のところ、うん、ちょっとあの光があれですけども、こちらブルジュハリファさんですね、ドバイの力ですね、828m で、2番目がこちら台湾ですね、台湾の101が 508m、 そして3位クアラルンプールの、なんだっけツインタワーのやつですね、451m ということで、これはな600ですから、やっぱ2位ですね、632メートルでしたから、世界2位の高さになるのかもしれませんね、はい、これ台湾だね、うん、いろんなの飾ってますね、台北101、はい、力比べのコーナーでした。
はい、エントランス、ここからですね。ここから登っていきますよ、皆様。はい、ストップ。さあ、こちらはどんな景色が広がっているんでしょうか。はい、もう21時ぐらいの、お時間になっておりますので、だいぶ外は真っ暗なお時間になっていると思います。このカメラでどこまで撮れるか分かりませんけれども、この上海の絶景をお届けできればなと思っております。ちなみにですね、上海三大夜景の一つ、モナコ、そしてなんと日本ですね、日本長崎に次いでじゃないですね、並んで3つ目が、こちら上海になっております。それでは上海、上空118階からの、景色ご覧くださいませ。どうぞ。はい、いかがでしょう。結構綺麗ではないでしょうか。目の前に見えるピンク色っぽいやつが電波塔、こちらも結構な高さなんですけれども、やっぱそれ以上の高さから眺めるこの上海、綺麗ですね。昨日は、ですね、こっち側からですね、こっち今いる方を見ていたと思うんですよね。こっちはオレンジのでずらーっとオレンジ色になってますけど、こちら銀行がずらっと並んでいる場所になってまして、でこっちがもう、高い建物です。結構こういうの上に上がってきた時はいつもですね、そうでもないっていうオチがあるんですけど、シンプルに綺麗っていう、バカ野郎。はい、ということで、こちらワイタンの方に戻ってまいりました。先ほどはこちらの上海タワーの頂上にいたんですけれども、お前どんだけ移動してんだって話でですね、またこちらに戻ってきて、こちらからの世界三大夜景の一つも見ているという次第でございます。綺麗ですね。ということで、上海3日間いかがでしたでしょうか。意外にも上海楽しかったかなっていうふうに思います。ぜひ上海旅行を考えている方、参考にしていただければと思います。今回動画が少しでも面白かった、役に立ったという方はぜひ高評価ボタンポチッとよろしくお願いします。じゃあこちら上海で終わらせてもらいます。また次の人に会いましょう。バイバイ。